はい、どうもこんにちは内田です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。え今日の題材は、えー、サンスオリンピック2013の題材ですね。まあ問題から、えー、引っ張ってきました。えっ、ー、と三角 ABC に関する角度の問題です。まあ図のようにえっ、ー、と角度がまあえっ、ー、と挿入されていると、まああえてその例えば角 ACE が80度だとか。 BDEC が一直線であるとか書かれてないですけど、まあ、図の通り角度が入っていて、えー、っとさらにその BD と EC の長さが等しいという条件これ黒丸であの長さが等しいっていうのを表現してるんですけどあえてこれだけ書かせていただきました。で角 Bx 度を求めようということですね。はいこの問題角度の問題でまあ鮮やかに解けてしまうんですけど。 ななかなかこの BD=EC イコール、EC、っていうところの条件をどう使ったらいいのかっていうのがまあ少々難しくてうんまあ言われれば簡単なんですけど、まあ、使い道に迷うところではあると思います。はい。で、えー、解説をしてで高校数学でって書いてあるのはまあ制限、えー、定理予言定理を使ってこの問題を攻略した場合どのようになるのかっていうことまで触れていきたいと思います。はいそれでは。 算数についての解法からいきましょうまず角度計算ですねわ、えー、かるところをどんどん記入していきます、えー、図はかなり正確に近い形で書いてありますがまああんまり信用しないでくださいね、えー、まずここ50と30の外角になっているのでここ80度っていうのがわかりますということは、えー、80度とここの80度が同じ角度になっているので定角が等しい方 からえっ、ー、とここが二等辺三角形ですね。で長角が20度となります。はい。そうするとここの部分がちょうど50度になります。30と20を足して50度になります。とするとここの50度と一致してまたこれ底角が同じなのでえっ、ー、と二等辺三角形になってここの長さが同じになります。こことここが同じなんですね。 えー、聴角が8 0の二等辺三角形になるんですけど、えー、っとさらにもう一つ同じ二等辺三角形ができるっていうところに気がつけばこの問題は簡単なんですけど、まあ、ここでそのちょっとと迷う人が出てくるかなと思います、えー、っとこの BD の長さと EC の長さが等しいという条件を、まあ、こことここの長さが等しいっていう条件に使い切ればいいんですよね。ここと ここが同じ d e を共有しているのでそうするとこことここがみんな同じ長さになるわけですだからえこの三角形 ABE も二等辺三角形になるわけですよ。つまりここが長角が1 0 0度の二等辺三角形になるので角 X は 180から100度引いて2で割ったら40度ということになります。したがって各 B の大きさ、X、は40度というのが答えということですね。まあ言われてみれば簡単な問題なんですけど、えー、っと気が付かなかったら解けないかもしれないですね。まあここの条件ここが等しいという条件をどのように使うかっていうところで迷うと思うんですけど。 えー、これを切ってここに何かくっつけるみたいな発想とか、まあ、よくある典型的な発想なんですけどまあうまくいかないですね。なんでえー、っとまあなんかうまい方法あったらちょっと逆に教えてほしいなっていう感じなんですけどおそ、まあ、らくですね、まあ、ここの、えー、っと二等辺三角形に気が付くが最良の方法だと思われます。はい。まあ えー、本当に言われればっていう感じですよね。まあ、こういうレベルの問題は、えー、気が付かなかったらできないんですよ。まあ、高校数学を使ってやれば、えっ、ー、と答えはちゃんと出すことはできます。まあ、これたまたま40度っていうのがキリのいい数字なので、まあ、えっ、ー、と。木さんでも答えを出すことはできると思うんですけど。でもこれが例えば39度だとか、あるいはえっ、ー、ともっと中途半端な角度だったりすると、なかなかそうもいかなくなってきたりするし。 まあ、制限定理とか予言定理をつけた時に、きちっとした証明をつけるっていうのもなかなか難しくなってきますね。はいまあ、えっと算数なんですけど、まあ、高校数学とか大学の数学に精通してても、えっと子供のもこの手の問題が簡単に解けるわけではないというところが、まあ逆に数学の奥深さであるかもしれませんね。えっと東大生に例えば100人。えー やらせてもも人ともできるとは限らない問題です、ねえっと、まあ理解することは当然できると思いますけど、えっと、と時間内に解くっていうことを考えた、えっときにできない人は多分出てくると思いますね。はい、まあ、じゃあ制限定理とか予言定理を使って考えていきましょう。はい、えっと、角度計算するところは同じです。まずここが80度になって で二等辺三角形になってでここが聴覚が20度になるということでえっ、ー、とこの三角形の形状が決定しますよねだから長さ AC の長さを1とかっていう風うに固定してしまうとここの値がまあ例えば A という風うに決めたときここも同じ長さになるわけですけど A を、えー、サインで表すことができますうんまあ1に決めなくてもない別にいいんですけどまあ1に決めておいた方が 楽かなと思います三角形 ACE これに、えー、サインルールを使うと。を使ってみるとサイン8 0度分の1がサインの2 0度分の a ってなりますね。で a について解くと a= イコールサイン8 0度分の サイン度とコサイン度から cos10 度に直してしまいますね。1分の sin、えー、の20度ですけど sin の20度は 2sin10 度 ×cos10 度なのでこう直してしまって1回これで割ります。そうすると 2sin10 度という形で書くことができます。はい。で、えー、っともちろんそのここにも受け継げられてるんで。 えっと、ここの三角形でもう一回正弦定理を使うことになるわけですが、えー、三角形 ADB の, AD, B の AD の長さが分かってないといけませんよね AD の長さは、えー、っとここの三角形でもう一回正弦定理を使ってあげますここでつまり三角形 ADC でまあサインルールを使うとそうすると えーとサインの50度分の1がサイン80度分の AD ということになります。えっ、ー、と従って AD はまあこれ、えー、とサイン50度分のまあ分数の形で書いておきましょうか50度分のサイン80度と。 こういうふういいふに置いておきます、ね、で AD も表せて BD も A もおこう2 s 1 0度っていうふうに出ているのでここで、えっと、三角形 ABD で正弦定理を使う準備ができましたで角度ここの角度は足してここになるわけですよねそうするとここは5 0ス x っていうふうに書くことができます足して外角が50なので ここが50なのでここの角度は x と足して50になる50度マイナス x 度という形になってこことここの組み合わせで制限定理を立てますでもう一回ですね三角形 abd で制限定理を使うと sinx 分の ad= サイン五十、えー、度マイナス x 度分の a ですね。で、えっと、まあ分母払っていきましょうか。まず ad を代入して、サイン五十度分のサインの八十度かけるサインの五十度マイナス x 度イコール。 えー、2 s サイン十度のサイ sinx 度ここで押っつけますってますねはいでさらにそうですねえー、っとサイン五十度はえー、っとこっち側に持ってきてしまいましょうこのサイン五十度はコサイン四十度にしてこちらに持ってくるで サイン8 0度は倍角公式によって2サイン4 0 ° c o s 4 0度にするとそうするとちょうど2が消えてくれてこの2とこの2が消えてくれてしかも c o s 4 0度同士で約分ができます、えー、そうしてできた式はサインの4 0け×サインの、えー、5 0度マ1ナス エクス度イコールサインの十度かけるサインのエクス度っていうふうになります。このえっと式が方程式になってるんですよね。これあの高騰式ではありません。例えばそのエックスがゼロ付近で動かしてみると当然えっと左辺はゼロではない。まあ四十度かける五十度ぐらいの値になるわけですけど、えー、一方右辺はサイン十度 かけるサインの約0なので、0に近づいていくことになって、統合は成立しないわけです。だからまあ、限定された。もちろん、このサインの,の x の値はこの角度は満たすわけですけど、この角度以外のところは基本的に満たさないわけです。いわゆる無限界みたいなのは入ってくる可能性はありますけど。 まあでもその解がえっと鋭角のまあ大体そうですね30度から50度ぐらいの間の角度が入ってくることは間違いないわけです。で実際にえっと角度40度っていうのは解になってますよねこの方程式の。ということでまあ確認ができるっていうことです。これ完璧なその証明ではないしえっとまああくまでその40度は候補でしかないので。 これは4 0度は成立してますよっていう形でまあこれ完璧な証明ではないですけどでも40度っていうのは検討をつけることができますまあ高校数学は、えっと、結構万能になる分やっぱりその不完全というかこの、えっと、不完全っていう言い方ちょっとちちょちょ違うと思うんですけどまあえっとあらゆるその手法にその、まあ、応用ができる分 うん、まあ完璧にできないというか、その証明としてはその複雑になるわけですよね。一方でこの初等幾何で解く方法っていうのは問題がすり替わると、もう解法が全然変わってしまうわけです。そういったまあ難しさがあるわけですね。この条件にこのこの図の問題でしかできない解法であったりするわけです。もちろん似たような解法の問題っていうのはあるけれども。 ちょっとその配置が違っただけで角度が変わっただけで解放がガラッと変わってしまったりするのでまあそういう意味ではそのなかなか統一的にその扱えないですね統一的にその説明をしようとするとこのサインルールとかコサインルールを使って話を議論を進めていくしかないっていうことなんですね。はいえー、っとそうですねまあ 非常にあのこの問題はうまく作られているなというふうに思いますしあの結構ななな技技術とととかそのの能ががいいここ問題を作るでできないんですねで小学生とか、まあ、中学生あたりにこの問題を、まあ、ちゃんと解説して、まあ、その算数の奥深さとか面白さを味わってもらうにはすごくちょうどいい問題だと思いますね。あの 基本的なその合同とか三角形についての知識が分かれば二等辺三角形の定格が等しいとか分かればこの問題は理解できる問題なので、えー、ぜひ、こうねあのいろんな人たちに見てもらいたいなっていうふうに思いますねいろんな人たちというのはまあまあ中小学生中学生にまあ見てもらいたい数学の問題の一つであるというふうに思いますね。はい、今日の授業は以上です。した。